マガというものが行われているところなんですが、はい、後ろから抱きつかれたら体、上半身を前に向いてスペースに肘を打つ、肘打つ、肘打つ、回転して股間への膝蹴り、押して逃げる、これが対処方法。そう、クラブマガとは超実践的な護身術。クラブマガはもともとイスラエルの軍事用戦闘術で、それがアメリカに伝わり一般用の護身術としてブレイク。先月末に公開された映画の中でもジェニファー・ロペスがクラブマガを披露。それ以降日本の女性にも注目されるようになったんです。結構仕事遅いんで、襲われたりすると怖いなっていうのがあったんで、それで護身術で、自分の身を守れるぐらいの力があればなと思って始めました。よろしくお願いします。ここでちょっとクラブマガを実践。さあ、その技とは。技1、もし首を絞められたら、相手の両腕を払うと同時に股間に膝蹴りをし、相手を押し飛ばして逃げます。技2、上級編、もしナイフで刺されそうになったら、おお、ちょっと早いのでスローでもう一度。まずナイフを持つ腕を押さえながら肘で相手の動きを制し、と同時に股間に膝蹴り、相手の顔面をパンチして素早く逃げます。見よう見まねではできない本物の護身術だけに、男性女性関係なく真剣に練習に取り組んでいるんです。さあ、超実践的護身術ということで、気持ちよさそう。こういうお教室までエクササイズにもなるんですって。なんかちょっとなんとなくいい感じしますよね。かなりの運動量らしいんですよね。ということでしたけど、昨日見られた映画の、はい、まさにねえ、ということででしたが、さあ、そしてこちらはですね、板チョコを並べてみましたが、シンプルだから